Watch me. I'ma get it how I wanna get it, you don't get it. I can do anything, I don't got a limit. I'ma make my mind up, I'm committed. It might take some time, might take a minute. I won't give up, I don't give in this shit. I do what I want. この結びの辺じゃろ、このもうちょうどそこが。リベンジしますって入ってないいや、なんか使われたら恥ずかしい。それ使ってんそれは応援ってパンツ見えるからしかもこんにちは、クラウドです。ということで、多分動画の続きでいきなり喋り出してると思うんですけど、さっきまでみんなでバドしてて、で、今帰ってきて、で、今日本当はこのシャトルスタジオさんで売ってる、このシャトル結構コスパがいいんで紹介しようかなと思って、今日はバドミントンしてきたんですけど、ちょっとその前に事件が起きまして、それを動画にしようかなと思います。で、その事件というのは、以前も一回あったんですけど、こちら。先日買った、オーラスピード 90K2 の、このグリップのところ、いきます。これ、わかりますかね、ここ。多分おそらくなんですけど、また、壊れましたね。フリーコアのグリップエンドのところ。多分これ自分の持ち方、打ち方の問題もあるんですけど、とりあえず壊れてるかどうか確認したいと思います。やっぱり壊れてたっていうか、今回は綺麗に取れてましたね。これ。ここなんですけど、綺麗に取れちゃってますね。まだはめたら使えないことはなさそうなんですけど、一応まだ保証の期間内なので、一回新しいのと変えてもらおうか、ちょっと考え中って感じですね。普通のラケットと違って、ここの部分が木じゃなくてプラスチックになっているんで、ここに接着剤みたいなやつだけで留めてるんで、普通のやつだったらここにホッチキスみたいなのでガシャッと留めてると思うんですけど、その留め具がない関係でか、おそらく普通のやつよりも取れやすくなっている、壊れやすくなっているのかなって思いますね。これはまたちょっとシャトルスタジオの店長さんに連絡して新しいのと変えてもらうかどうかちょっと相談したいと思います。で、さっき言った自分の持ち方のせいかもしれないっていう話なんですけど、自分は結構グリップエンドら辺を常に持つようなタイプで、これが特殊なのかどうかわかんないんですけど、後ろからのショット、スマッシュとか打つ時には、ちょっと緩めに握って、で、飛んでる途中に、こうやってクッと手をスライドさせて、ここのグリップエンドのところに一気に持ってくるんですけど、おそらくその時に、こうやってスライドさせて、ここにグッとなった時に、このグリップエンドの部分に結構力が加わって、ここが外れたのかなって思いますね。前回、この後ろにあるオーラスピードハイパーソニックもフリーコアになってて、そこは完全に破損して壊れたんですけど、その時もスマッシュ打った時にスライドさせて、ここでグッと握った瞬間にここがバキっていったんで、そういう打ち方をしているのも壊れた原因の一つになってるのかなって思いましたね。いやー、この前買ったばっかりなのにな。このフリーコアのグリップ使ってる方で、どうしても外ればっかりするとかめちゃくちゃ壊れるっていう人は、フリーコアじゃないラケットに乗り換えるか、もう買ってすぐここに自分で接着剤を追加で塗ったりとか、あとはグリップエンドの部分、ここをこんな風にグリップで少し保護するような形で、ちょっときつめにかぶせるような感じで巻くと、多少ではあると思うんですけど、いつもよりは外れにくくなると思うんで、そういうのをしたら対策にはなるのかなと思いますね。ラケット自体がかなり使いやすいんで、ここが外ればっかりするようだったらちょっとどうなのかなって思ってしまいますね。 Twitter とか SNS 上でも何回かフリーコアのここグリップエンドの部分壊れたとか外れたとかっていうのを何回か見かけたことあるんで、やっぱりそうなってる人はちょこちょこいるみたいですね。なんでビクターのラケット気になってるなとかっていう人は、ちょっとここは注意した方がいいのかなって思いました。ビクターの関係者の方がもし動画見てくれてるようだったら、ぜひこのフリーコアのこのグリップエンドの部分、なんとか改善してもらいたいですね。ぜひよろしくお願いします。はい、ということで今日の動画はこれで終わろうと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。Like LeBron though, or like Bonzo. Ooh, I'm a baller, yeah, shot caller, yeah. They love me, you can't touch me, nah, can't trust me. I'm too